日本中から、今日13,262人の告訴人が集まってくださいました。でこの方々の委任状を持って、そして告訴状を持って、これから福島地検に皆さんと共に参りたいと思います。もうだから事故の処理に対して誰も責任を取ってないということですね。そして国と東電の強制捜査まで、そして起訴まで行く運動のまさに大きな保証になるというふうに思います。今一番言いたいのは、東電何の責任も取らないでしょこれね。東電や国を起訴してください。私たちは福島原発事故の責任を問うため、福島地検に告訴に向かうデモ隊です。家族が福島の二本松に住んでいて、でそれで、まあ、なんだろう、やっぱ妹とか18歳とかなので、すごい被爆してて、なんていうかムカつくなっていうのがあったので、なんかできたらなと思ってこれに参加しました。この福島原発事故の責任を曖昧にしないことが大切です。東電や国を起訴してください。私たちは全国からの告訴人13,262人での第二次告訴を行いました。でこの告訴 の, この国の新しい在り方を探る一歩としてのこの告訴を、告発の行方をみんなで見つめていきたいと思います。そして共に歩んでいきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。日本の近代の裁判史上にない告訴、告発人の数だろうというふうに思います。それは取りも直さず、今回の福島原発事故がいかに福島の人たちと、そして日本社会全体に与えた影響の大きさを物語っているのではないかというふうに思います。